はい、ありがとうございます。なんじゃこれ。セスト。すいません。一人なんですけど大丈夫ですか。インパクト強いんで。うん。あ、ほらいくらもらおうかな。なんじゃこれ。こんなでかいんですか。こんにちは。最近タクシー内でニラの忘れ物をされた京都メガネタクシーです。今回はいつか紹介したいと思っていた山科の海鮮酒場のご紹介。この店のランチがすごい。名所毘沙門堂を軽く散歩した後、山科駅から徒歩2分南に下ったところにある居酒屋ランチはデカ盛りサービスが有名で、学生さんの寂しい金銭的体力でも手軽に楽しめる料金設定が好評な店です。冒頭に僕がいただいているランチは1日限定5食のイクラ中落ちのっけ寿司セット1100円です。マグロの中落ちを手巻き寿司にし、これでもうまいのにさらに大量のイクラをトッピング。これ追加料金なしのデフォルトだからぶっ飛んだ店です。もうこれ原価度外視ですね。いやー、結構かかってますね。はい、だいぶかかってます。不意打ちなのですが、一緒に提供してくれる鶏の唐揚げがまたうまい。今回は1000円超えの1日5食限定ランチをいただいたので、次の日1000円以内でいただける刺身定食とジャンボアジフライをいただきました。おっさんの僕でもまだかろうじてわんぱく食いができるんです。会計が怖くない店に出会うと注文したくなります。こんだけ大口上げてジャンボアジフライ食べてるんですが、これねまだもう1枚あるんですよね。それでいてこれ890円っていうのはやっぱり格安ですよね。エンドレスアジフライをいただいてもまだ刺身が4種類いただける。山科にこんな海鮮天国があるのは今後の武器になると思います。実はこの店は夜が相当有名な店で、3850円から4950円の飲み放題のコースが人気です。夜に飲み放題を提供してくれて5000円以下の値段は安心して二次会へ流れることができますね。山科価格と言っていいんでしょうか。京都中心部の人間にも人気で、わざわざ山科に飲みに来る方も多いです。現にこの周辺にも観光客目当てのゲストハウスは増えていることから、需要は高まっていることが伺えます。写真だけ見ると店内は雑多感がありますが、安心価格だから客の往来は多いし、笑い声や談笑する雰囲気で決してしらける店ではありません。店長さんやオーナーさん、バイトちゃん、電話の対応や入店してからのウェルカム感も100点でした。山科に来たら寄ってほしいお店の紹介でした。おすすめです。